バック・トゥ・ザ・フューチャーシリーズはバック・トゥ・ザ・フューチャーを第一作とする映画シリーズ。本校では派生作品であるアニメ作品やゲーム作品についても取り扱う。時計台1985年のカリフォルニア州の架空の都市ヒルバレーに住む高校生マーティ・マクフライが親友でもある科学者エメット・ブラウンが発明したデロリアン改造のタイムマシンで過去。 未来へと飛び、そこで巻き起こる騒動を描いたものである。1985年に、第一作、Back to the Future が制作され、合計3作が制作されたことから、Back to the Future トリロジーとも呼ばれ、映画の3部作の代表例に挙げられることがある。本作の大ヒットにより、主演のマーティ役を演じたマイケル・ J ・フォックスは、ハリウッドスターの仲間入りを果たした。また、 タイムマシンのベースとなったデロリアンは当時、生産終了かつ、同盟の製造会社も解散していたが、本作の大ヒットにより一躍知名度を上げ、別会社で実写の再生産も行われるようになった。第一作の公開から30年以上経つ現在も、歴史改編 SF の中では、高い知名度を誇っており、今なおグッズの発売やパロディでの使用が多いほか、 アラン・シルベストリ作曲のテーマ曲も様々な場面で使用されている。シリーズ3作品の翻訳小説。一のみ50ページほど厚く、映画版にないエピソードが多い。また、冒頭の部分など映画版との相違もある。シリーズ1作目の翻訳ではない自動小説。選択肢によっては、映画本編とは違う、ストーリー展開となり、 時計台の落雷にタイミングを合わせることができず、1985年に戻るのに失敗する。マーティがロレインと人用を共にしてしまい、1985年に戻ると長男であるはずのデーブが兄さんと呼ぶ、マーティの子供であり兄でもある、ミ知シラぬ謎の男性がいるなどのバッドエンドが存在する。また、マーティが1955年の毒に、 デロリアンの機能を証明しようと毒をデロリアンに無理やり乗車させようとしたり、デロリアンで街を走り人々に目撃され、警官に不審がられ刑務所に拘留された時などに、マーティの周りの時間が突然止まりマーティだけが動いている時に女性の時間間シーンが現れマーティの行動を今しめその直前の時間に戻すという展開もある。バックツーザ・フューチャーザ・アニメテッドシリーズ 映画第3作の続編。1991年から1992年にかけて CBS でテレビアニメ版が2シーズン放送された。パート3以降の設定で、マーティ、ドク、クララ、ドクとクララの息子であるジュールとベルヌ、マーティの恋人であるジェニファー、そして犬のアインシュタインがデロリアンと蒸気機関車のタイムマシンに乗って活躍する。 物語の導入部とラストにはクリストファー・ロイド演じる実写の読が登場する。導入部では主に話の舞台となる場所や時代の解説。ラストでは子供が家庭でもできる簡単な科学実験コーナー、そして導入部から続くオチが展開される内容となっており、視聴者である子供が科学や歴史に興味を持つような工夫がなされている。 マーティなどの声はそれぞれ別人が担当しているが、クララとビフの声は映画版と同様に、それぞれメアリース・スティーン・バージェント・トーマス・ F ・ウィルソンが担当している。映画、バック・トゥ・ザ・フューチャーシリーズの過去やその後を描いたコミック作品。一部は宝島社より日本語版が発行されている。バック・トゥ・ザ・フューチャー・アルファー。映画シリーズをモチーフとしたパチスロ。 2007年に、バックトゥザ・フューチャー・アルファという名称で、対応のパツスロが稼働していた。デフォルメされたキャラをはじめ、声優もテレビ吹き替え版や DVD 版の吹き替えとは、全く異なる。CR ・バックトゥザ・フューチャーが2003年に、奥村祐希から。CR ・バックトゥザ・フューチャーが2008年5月に、サミーより発売。こちらは、 マーティ・マクフライ役の声優に日曜洋画劇場版の三谷屋祐二を起用。7年の方ではビフタネン役に現田鉄章を起用している。それ以外は独自キャスト。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアトラクションとして登場。映画で描かれているデロリアンによるタイムトラベルは以下の通りである。上記の過去の変更とは別に、その時代に対する、 ジェネレーションギャップや時代の移り変わりの速さも見ることができる。シリーズを通しての共通の舞台となる、昼バレーの時計台などはその典型的な例といえ、デロリアンと共に旅の象徴とも言える存在である。パート3公開時のパンフレットによると、きっぱりとノーと答え、マーティたち主人公にはもうプライベートの時間を与えてもいいんじゃないかな。 とロバート・ゼメキスがコメントしている。2006年、バック・トゥ・ザ・フューチャーシリーズ最新作が制作されるとの情報が雑誌に掲載された。しかしその後、続編の制作自体が公式に否定された。なお、マイケル・ J ・フォックスは、パート3撮影時の90年初頭に、パーキンソン病を発症。その後は、俳優活動を抑えており、復帰できるか定かではない。 また、同じ時期に、シリーズのリメイクの噂も出ており、この時のマーティ役で最有力とされていたのが、くしくも、バックトゥザ・フューチャーパート2でデビューした、イライ・ジャウッドであった。なお、2010年12月より、ネット配信の携帯で販売されているゲーム、バックトゥーザ・フューチャー、ザ・ゲームでは、パート3の後日談が描かれている。このゲームのシナリオは、 映画の脚本家であるボブ・ゲール監修によるものである。ロバート・ゼメキス監督によると、ユニバーサル映画との間に、ロバート・ゼメキスあるいはボブ・ゲールの同意がないと、映画はリメイクできないという契約が存在するらしい。ゼメキス監督は、映画はほぼ完璧だったと考えており、今後再び同シリーズの制作を考えることは、ないだろう。マイケル・ J ・フォックスは、 ボブと僕が亡くならない限り、実現はありえない。その時が来たらリメイクされるだろう。僕にとっては腹立たしいことだ。いい映画であれば、特にね。市民ケーンをリメイクしよう。誰がケーンを演じるというようなものだよ。なんて愚かで狂ったことだろうか。誰がそんなことするんだと語っている。ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドで展示されている。 タイムマシン仕様のデロリアン DMC-12 角、ユニバーサルスタジオテーマパークには映画を元にした、バック・トゥ・ザ・フューチャー・ザ・ライドというアトラクションが存在したが、本国アメリカのユニバーサルスタジオでは2007年限りで営業を終了しており、日本でも2016年5月31日を持ちクローズし、アトラクションが世界中でクローズした。 このアトラクションにはマーティは登場しないが、クリストファーが毒を、トーマスがビフを約1年ぶりに演じている。ありがとうございます。